こちらは祈祷とあと神楽を見るところですね。神楽殿です。実際に祈祷だけというのと神楽を見るのと、お納めするお金が少し違うんですけど、でもまあ一生に一度の伊勢神宮と言われるぐらい、なかなかこう何回も来る、私は何回も来てるんではないですけど、来るたびに私は、ね、祈祷してるんですが、祈祷の受付はこちらです。随時なので、一応予約はしなくてもいいというふうに。こちらが待合所、こちらが祈祷の神楽の待合所ですね。でちょっとね、神楽場はちょっと大きいんで普通に来らないんですけど、こちらで神楽を見ることができます。で神楽自体も、まあ、神聖なものなので、撮影は禁止になっています。神楽です。